本日は疲れた時に嬉しい疲労回復食材で作る作り置きをご紹介します。割と同じ食材を使うことが多いかもしれません。お父さんが立派なニンニクを作ってくれたので、せっかくなのでこの生のニンニクをたくさん使えたらなと思います。長ネギはみじん切りにします。この料理には薬味として入れるので、そんなにね細かく丁寧に切らなくても大丈夫です。長ネギの両側面に細かく切り込みを入れて、端からザクザクと切っていきます。特に長ネギの白い部分に疲労回復効果が期待できるアリシンが含まれていると言われています。こんな感じでニンニクをね一回バラバラにします。いつもね冷凍ストックするときはもうすっごい大量のニンニクを使うので、私はねこの方法をやるんですけど、ニンニクのね皮のむき方って結構いろいろ方法があって、タッパーに入れてガシャガシャガシャって振るとむきやすくなるとかね、いろんな情報あるんですけど、その中でも一番確実な、どんなニンニクでもしっかりつるんとむける方法をご紹介します。お湯に1分くらいつけておくだけです。やけどに注意して皮を剥いていくと、もうびっくりするぐらいつるんと剥けます。この方法本当天才的。誰が考えたんだろう。うちは海外の料理番組で見ました、この方法。ニンニクは大きいもの半分に切って大きさを合わせておいてください。そして、動画でよく出てくる、いつもストックしている刻んだ冷凍ニンニクとは別に、ニンニクの皮を剥いた状態で冷凍ストックもしてます。これはですね、ニンニクをプレスする時とか、輪切りで使いたい時とかにすごく便利です。わお、ニンニクスメル。そしてヘルシー、節約食材でもある豆腐はタンパク質豊富で疲労にいい食材です。長ネギのアリシンと豆腐に含まれるビタミン B1 の組み合わせが疲労回復効果により効果的っていうふうに言われています。主に今日はこの組み合わせでね、料理をたくさん作っていきます。豆腐は食べやすい大きさに切ってください。もうめんつゆはそもそもが美味しく仕上がっているので、めんつゆベースで失敗知らずのタレを作ります。お豆腐から水分が出てくるので、しょっぱめのタレを作っておくのがポイントです。ニンニクの醤油漬けっていうのを派生させたレシピなんですけど、ちょっとねニンニクの醤油漬けとは作り方が違って、最初に調味料と一緒にニンニクを煮ます。ニンニクの醤油漬けって 2,3 日漬けて食べるっていうね、調理法が多いんですけど、この作り方だとすぐに食べることができます。味が早く染み込むように熱々のうちにタレをかけて出来上がり。次の料理はスンドゥブです。我が家はアサリ、そして豚肉を入れるので、この長ネギはねその食材の臭み消しとして役立ちます。青い部分までしっかりと使ってください。あとはニラ。ニラもアリシンが含まれているので、ビタミン B1 の食材と合わせて食べるのがおすすめです。食べやすい長さに切ります。今日ね通行のミスしちゃって、本当は豚肉、豚こま肉、豚ロース肉、豚バラ肉ってちょっとバランスよく揃えようと思ったんですけど、私豚こま肉買うの忘れちゃってて、なのでちょっと豚バラ肉多めでいきます。豚バラ肉はこの後も使うので、ここで一気に食べやすい長さに切っておきます。
スンドゥブにはもともと豚バラ肉使う予定でした。やはりスープなので、あっさりのお肉よりもちょっと脂身のある、食べ応えのある肉がおすすめです。これ大根おろした時に出た水分なんですけど、この説明ちょっと後で出てくるので、ここは普通の水でも大丈夫です。ここからは調味料一気に入れます。今回の味付けは結構辛めに仕上げてます。意外と定番のスンドゥブって多分私今までにレシピ出したことはないと思うんですけど、あったらごめんなさい。ほんと我が家のスンドゥブめっちゃ美味しくて、ご飯がめちゃくちゃ進むスンドゥブになってます。コチュジャンはビビゴのを使ってるんですけど、これが韓国の会社のコチュジャンなので結構辛めなんですよね。日本のものは辛みが少なめで甘みが多いものがね多いです。どっちも良さがあるので、お好みでコチュジャンは選んでみてください。もうしっかり飲み干せるように辛さと塩味、味を見ながら調整してみてください。使う調味料でちょっと特殊かなって思うのは、この韓国唐辛子って言われる唐辛子です。これ入れるとね、辛みももちろん増すんですけど、量の割に辛くないのが韓国唐辛子なんです。色も綺麗にしてくれるし、コクを出すために私はよく使ってます。私はこれね、ネットでいつも買ってるんですけど、結構大量にあるので試してみたいなっていう方はぜひ、これよく日本のスーパーで見るので、こっちの方をね買って挑戦してみるといいんじゃないかなと思います。グツグツと煮立て味も濃くちょうどよくなったら、豆腐とニラを加えます。アサリベースのスープと豚肉たっぷりで、ご飯が進みすぎる美味しい危険な我が家のスンドゥブです。豆腐は木綿豆腐を使ってしっかりと水気を切ります。この水の切り方でチャンプルの美味しさって左右してくるんですよね。今日はゴーヤじゃなくてオクラを使います。チャンプルって主菜と副菜の中間のような、ご飯のおかずって言われるとちょっと違うような感じがするんですけど、なので今回はがっつりご飯のお供になるような味付けにしてみました。ニンニクはたっぷりとみじん切りにします。まずは豚バラ肉、チャンプルのお肉も少し油があるようなお肉がおすすめです。余計な油を落とすために表面カリッと焼きます。ここに水気をしっかりと切った豆腐を入れてください。そしてここでなるべく水分を飛ばすのがポイントです。このチャンプルに限らず、このポイントを押さえておくと、どんな食材使ったチャンプルでも本当に美味しくできるので、ぜひやってみてください。そしてがっつり系のおかずになるような味噌ベースの味付けです。卵を入れたら少し触らず置いて、固まってきた頃にざっと全体を混ぜます。途中でしっかりと水分を飛ばすのも大切なポイントなんですけど、最後に卵を入れて水分を焼き固めるのと、さらにそこに鰹節を入れてしっかり水分を取ってもらいます。そしてここにニンニクを最後に入れて、パンチのある仕上がりになりました。ニンニクのいい香りがしてきたら火を止めてください。がっつり系ご飯のおかずになるチャンプルの出来上がりです。トマトはヘタを取ったら8等分にくし形切りにします。あとは生姜を切っていきます。今日はちょうど冷凍ストックの生姜がなくなってたので、少し多めに切って冷凍ストックもしました。生姜焼きに入れる分は千切りにします。
のチューブも手軽なのでストックしていることが多いんですけど、生の生姜はやっぱ冷凍しても香りが全然違うので、いつでもさっと使えるように生の生姜もこうしてスライスしたものとすりおろしたものをね、我が家は冷凍ストックするようにしてます。まずは豚バラ肉、ここを本当は豚こま肉にしたかったんですけど豚バラ肉になりました。トマトは油との相性がいいので豚こま肉とか豚バラ肉とか油の多いお肉で作ってみてください。この梅干しのクエン酸とこの、あのトマトのリコピンが組み合わさることによって疲労回復効果があるというふうに言われてるのを最近勉強してみんなに教えなきゃと思って、トマトの生姜焼きは紹介したことあるんですけど、ぜひこれに新たなレパートリーとして梅干し入れてみてください。調味料が少し煮詰まってきたらここに梅干しを丸ごと入れちゃいます。あとはトマトと生姜ですね。トマトにもクエン酸が含まれるみたいなんですけど、梅干しをね加えることによってトマトの最後に残るこう青臭さみたいなのが消えて、またトマトと違う酸味が加わることですごく食欲が湧くような味になるんです。味的にも栄養的にもぜひ入れてみてください。今日の最後のレシピは自分のお悩みから生まれたレシピなんですけど、大根おろしってあんまりね大量に食べる機会ないし、だいたいタレとかみぞれ煮とかこうサラサラっと入っていくような料理が多くて、まあ、食べた感じがいまいちしないなっていう私のお悩みから生まれた料理がこちらです。ニンニクはみじん切りにします。大根おろしって言っても私はいつもハンドミキサーにかけます。大根おろすのすっこういう億劫じゃないですか。あと最後のね、あの使い古した消しゴムみたいになるまでこうね、もうちま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 するっていう、なんかもう手を持ってかれそうでね、危険なので私はハンドミキサーの大根おろしをおすすめしてます。これをねやってて、この間視聴者さんにこのやり方いいですねってコメントいただいたんですけど、細かいものをこすときは私結構ゴミネットを使います。ゴミネットって細かいものが排水口に流れないような作りになっているので、こすときすっごく便利なんです。水気を切るんですけど、切りすぎるとねちょっとポソポソになるので、こうずしっとお団子状にまとまる程度に水分を残してください。絞った後のこの水分はこのまま捨てるともったいないので、今日はですねスンドゥブの中に入れちゃいます。ちょっとあの動画の構成上スンドゥブが先に来てるのにおかしいだろうっていう話になってると思うんですけど、あのちゃんとスンドゥブに入れてます。肉の枚数に合わせて大根おろしをお団子状にします。お団子大根おろしを肉に巻くっていうちょっと斬新な料理です。まあ、巻くのもね実際そんな難しくなくって、なるべく大根おろしが見えないように包んでいくだけです。焼くとね肉がギュッて縮むので意外とこぼれたりしないんですよ。巻き終わりを下にしてこれだけ守って焼き始めます。まあ、そうするともうね肉が固定されているので中から大根おろし出てくることはないです。味付けはニンニクポン酢ソース。あの大根おろし自体に味がついてないので味付けはパキッとはっきりとした濃いめのソースを作るのがポイントです。しっかりと調味料が煮詰まって照りが出てきたら出来上がり。大根おろしをしっかり食べてる感がある私の悩みが解消したレシピです。結構ヘルシーだし、大根おろしってね消化を助けてくれる作用もあるので、食べ過ぎた日のリセットご飯にもおすすめな料理です。
本日は疲れた時に嬉しい疲労回復食材で作る作り置きをこしながらご紹介しました。季節の変わり目で疲れが出てくる方も多いと思うので、頑張りすぎず美味しいものを食べてゆっくり過ごしてください。